さあ、ロマンスドーンの新カードを積極的に使って、早速デッキまた仮組みしていこうと思います。今回は赤緑ルフィをリーダーにした速攻デッキ、これを紹介していきます。このデッキの特徴としては、回復効果と、あと速攻っていうギミックを駆使して、文字通り、速攻で相手のレフを削っていくという、まあそういったウィニー型のデッキですね。じゃあまずは早速リーダーのルフィから見ていきましょう。混色系のカードは、どれもライフが一つ少ないですね。単色系より。ライフ4っていうところで、まあ、防御は手薄なんですが、えー、効果。 ターン1、コスト4払います。ちょっと重たいね。コスト5以下の超新星もしくは麦わらの一味を1枚回復します。アクティブにして。で、さらにそのキャラをターン中パワープラス1000というところで、もう攻撃全振りの効果です。じゃあ早速低コストのメインアタッカー紹介していきましょう。まずは2コストのルフィ。これ強いです。まず、えー、ドン2でこのキャラは属性ダ,ダを持つキャラとのバトルでは KO されないという、まあ、耐性効果を持ちつつ、単、え、一、ー、ターン1、 このキャラにレストンをドン2枚付与するっていう、もうかなり自己完結されている効果です。で、しかも2000プラスされるんで、2コストなのにパワー5000まで簡単にいける。つまりリーダーのライフを削ることができる。これ強いですね。そしてもう1枚新カード、ロロノアゾロ。すごいシンプルな効果なんですが、強いです。速攻を持ってます。このカードは登場したターンにアタックできるっていう効果が速攻なんですけれども、速攻持ちは積極的に採用した方が、 いいと思います。このデッキの場合。なのでもう一枚、えー。4コストのキャベンディッシュ。ディッシュは登場時、自分のライフ1枚手札に加える。まあ、つまりライフ1点下げます。ターでさえ点数少ないように下げます。その代わりこのキャラはターン中速攻を得ると。なので召喚したターンすぐにアタックに持っていけるってわけなんですね。 で続いてサポートカードを紹介していきます。まず1コストをナミ、登場時デッキの上から5枚見てナミ以外の麦わらの一味を手札に加えるという効果を持っています。で、このデッキは、まあ、ライフが少ないんで手札に持っていける、そのライフから手に入るカードっていうのがまず少ないっていう問題と、ウィニー系のデッキなんでなるべく早めに速攻なカードっていうのをいっぱい引いていきたいんですよね。なのでドローのカードは多めに採用しとしています、今回。そしてもう一人、ゴードン。 このキャラはですね、登場時、自分の手札1枚デッキの下に置いて、カード1枚引くっていう、まあ、手札の入れ替え系のカードですね。この効果を使って積極的に速攻のカードを引いてくると。で、そしてもう1枚、えー、2年後にシャボンティ書道でっていうマジックカードですね。これはメインで1コスト。デッキの上から5枚見て麦わらの一味を持つカード1枚を手札に加える。まあ、これは波と同じような効果ですね。 さあ続いてこの5コーストのトラファルガーローブロッカー持ちです。これも結構強くて登場時自分のキャラ1枚を、えー、手札に戻すと。 で、その後手札からコスト3以下のキャラを登場させるっていう、まあキャラ入れ替え系の効果なんですけれども、この効果が速攻持ちとめちゃくちゃ相性いいんですよね。コスト3以下の速攻持ちといえば現在では、まあゾロとかサンジがいますよね。まあサンジはちょっとめんどくさいんだけど速攻を付与させるの。ドンに必要なんで。でもそういったカードを召喚すればそのまますぐアタックできるんで。で、それ以外だとあと登場時効果を持ってるキャラとも相性いいですよね。一回戻してでちょっと例えば、ゴードン。 ゴードン登場すればまたワンドローできるんでといった感じに結構いろんな戦略を組み立てられるめちゃくちゃ強いキャラだなというふうに思ってますはいということでこの赤緑ルフィ速攻デッキはですねとにかく低コスト帯のキャラもしくは速攻持ちのキャラを横に目いっぱい並べて相手のライフを一気に持っていくっていうそういったあのシンプルな戦い方をするデッキなんですが弱点としては 火力がちょっと低いんですよね。パワー不足っていうところで。なので簡単に相手に防御されがちっていうところと、あとブロッカーに弱いんで、そのブロッカーをすり抜けられるイベントカードとか、なんかそういった効果を持ってるキャラもいるんで、そこら辺採用してもいいのかなとか。で、あと打点のもうちょっと高くしたい場合は、ヤマトとかね、入れてもいいのかなと。で、あと、なんかシャンクスとかも入れても面白いのかなとかね。そういったところもあったりしつつなんですが、ま、とりあえずデッキレシピ、仮組デッキレシピどうぞ。